今なんかめっちゃバンドにハマってて、友達が。で、なんかキングヌーにハマってるんだけど、今友達がね、この話していいって聞いたら全然いいよって言うからするんだけど、友達が今キングヌーにハマってるんですよ。で、キングヌーの常田さんなのか、どっちだろう。なんかその子は常ちゃんって呼んでるんだけど、常田さんのことを常ちゃんってずっと呼んでるんだけど、で、なんかその、この前、常田さん？そう、なんかこの前、常田さんのね、誕生日だったんですよね。で、なんか常田さんのために、常田さんの誕生日のために、あの誕生日ケーキを買いに行ったんだって。で、常田さん何歳だったんだけど、29かな、なんか今年で29か28かそこらへんね。まあ、ケーキ、まあ、お誕生日だからプレート書いてもらうじゃないですか。で、プレート書いてもらうときに、なんて書きますかって聞かれて、じゃあ常ちゃんでお願いしますって、まあ、お願いして、まあ、常ちゃんって書いてもらうわけじゃないですか。で、まあ、やっぱりその多分ケーキ屋さんのお姉さんとかはさ、そのなんか、まあ子供の名前なのかなと思って、まあ書くわけじゃん。で、じゃあろうそく何本つけますかって聞かれた時に、なんかその子一応なんかお母さんについてきてもらったらしいんだけど、お母さんと一緒にケーキ屋さん行って一緒に買いに行ったらしいんだけど、なんかもうその子が29ですっていうのが恥ずかしくて言えなかったらしくて、もうお姉さんは子供だっていう認識でいるから29ですっていうのが恥ずかしかったらしくて、なんかずっともじもじしてたらお母さんが潔く29ですっていうだからなんかでかいろうそく2本とちっちゃいろうそく9本もらったって言ってました。うん、で、なんかそれをね、すっごいちっちゃいさ、一人で食べるようぐらいのさ、ケーキに全部ぶっ刺してんの。全部ぶっ刺して、それに一個一個火つけるからマジで炎が束になってるわけ。写真見せてもらったので、そのケーキをつねちゃんの写真の前に置いて、で、その写真を撮ってるんだけど。なんか加工アプリで撮ってるからさ、もう加工アプリで撮ってるからさ、つねちゃんの目もキラキラに漏れてるしさ、もう写真もさ、すごいろうそくの炎がなんか反射してすごいことになってるしさ、すげえなーと思ってなんか山の周りの友達土地狂ってるっていうか、頭がちょっとおかしいっていうか、なんかもうなんかネジが1本外れてるみたいな子ばっかりなんですよね。そう、なんかすごい本当に